今日は届かないんいいよ、大丈夫ですあの下女さんの歌、超いい下女の歌、面白かったね全然カラオケでこうカラオケで全然わからないんですよ選曲してる歌がみんな、なんかいつもの下女だ何回言ってるいける会社。 今週の日曜日をバーベキューって今週土曜日はコロナフィスです早くない超早いいらっしゃい10秒前7、6、GO お願いします小さな南の島から始まる声を通してつながる世界 ドラゴンアイズこの番組は未来へつなぐ安心をお手伝い株式会社ジャストリホーム定置麺自家製生麺の超ョーデーゴアかわいいがたくさん詰まったフォトウェディングのメイリーブライドお酒を飲むすべての世界へ 琉球酒豪伝説の有限会社しもじの提供でお送りいたしますみなさんこんばんは7月6日「ドラゴンアイズ」がスタートしました「根っこは沖縄シェアは世界へ」この番組は 南の島に住む4人のパーソナリティが繰り広げるリスナー参加型のトーク番組です今日もこのスタジオからあなたのもとにドラゴンダイブということでメンバー紹介したいと思います5つの国の血が流れる一人グローバル最近めちゃくちゃ日焼けしました前戸ニーナですそして今週も画面の中からおこんばんは元々も,ともとは日焼けしてますタてですそして いつもハッピーだけスマイルめちゃめちゃ真っ黒がングロになったレイナですそして <laughs> ミッチーがいないあれあれ,あれミッチーはまあ先ほど速報によると、はい、あの犬の救助にま,また犬の救助ですか <laughs> すごいね犬のことには必死ですからね彼は必死だね 海も越えるときあるからね、海も越えてます川を越え、海を越え、うん、犬を救助してるそうです、じゃあもしかしたらと間に合うこ可能性もあるっていうことですね。救助といえば、あれ大変ですね、あのー、あ雨でしょ、雨。確かにあの大分県と福岡県の皆さん、ねえ大丈夫でしたかね、もう雨自体は今は、でも今日の夜も確か、うん、へ豪雨の可能性ある。うん っていうニュースもありましたのでぜひああいう前線がもうガンガン行ってますからねね本当にやいね皆さん気をつけてください,ださいはい。ということでミッチは遅れてきますはいお楽しみに <laughs> はいこの番組ではメッセージを募集しておりますメールアドレスは797アットマーク fmgino1.com アドレスはすべて小文字で797アットマーク f m g i m ginowan.com 懸命にドラゴンアイズと入れてくださいまた FM ギノワンではユーストリームとツイキャスでネット配信をしております FM ギノワンのホームページから見ることができますのでそちらもお楽しみくださいはい、はい、ということでもう夏ですね沖縄超暑いめっちゃ暑いですねもう <laughs> 暑い本当にねなんじゃこりゃこの暑さ <laughs> ややばいでですよねちょっと外出るぐらいでもうすぐ日焼けしますからねうそう本当に本当にそうなんですよそうってなっちゃうぐらいねさあ、うん、ここでメッセージ読んできますねはいシュプリームさんからですいとしのキンちゃんみなしゃん <laughs> こんばんにゃーあら3人犬の救助これみっちーのことですねそしてビューーーティー番長ニーナちゃん 風そして大量購入した日焼け止めだっけそれがあるのに日焼けしたのということで <laughs> 覚えてるそう昔さヘリオケアって言って、うん、昔って言ってもつい最近ですよね、うん、飲む日焼け止めを紹介したのが <laughs> そうこの私ですよだけどだけど <laughs> みんな聞いて、うん、先週の日曜日え、うん、先週にもうドラゴンアイズのメンバーみんなで、はい、あのー。 クル,ージにクルージングパーティー,、うん、ー,ティーに。パー,ね、パーティーしてきました。パーティーしてきたんですよ。<ー>戦場で。あ、戦場っていうのあれ <laughs> 戦場、戦場。<laughs> あの戦場ではある、ね。で、遊んできたんですけど、うん、もうね、超ショックなことに、ヘリオケアも持ってたし、たしビタミン C 類も持ってたし、何ていうのトマトジュースとかも完備して、日焼け止め対策ばっちりしてたのに、その出発する当日の朝に、 全部忘れてきて、そうだったの全部飲み忘れて、浮かれちまって、浮かかれちまった結果が皮むけるほどの日焼けですよ。オーマイガー。どんなにね、いい商品紹介しても、使わないと意味がない。しかも、携帯も忘れてましたもんね。しかも、携帯では忘れて、1枚も写真が撮れなかった。 悲しい残念でしたねそしてドラゴンウイズみんなの写真も撮ってない撮ってないですね撮ってないのででも面白かったよね面白かったですねパーティー自体は最高でしたよね初めてシュノーケリングとシュノーケリングとえシュノーケリングとなんだっけマリンスポーツしたマリンスポーツしたのとあとバーベキューそうそうそう マリ,マリンスポーツで3回4回ぐらい海にぶ,んぶっ飛ばされたはいそうっすか <laughs> そうなんかねマリ,ンプマリンスポーツやりたい放題だったんだよね、はい、こうあの無制限でみんなの乗りたい放題でできるということで、うん、<laughs> バナナボートとかね ニーナさんバナナボート上手だった。そう絶対振り落とされないと思って。て一緒に乗ったのに一緒に乗ったのに2回ぐらい落ちてた。<laughs> でも事件起こりましたね。<laughs> どんな事件あ？あのバナナボート乗ってて <laughs>、うん、であの可哀想なことに女の子が落ちちゃったんですよ。<laughs> あ落ちたね。<laughs> でもちろんポロリがありましたよ。<laughs> えポロリあったの？女の子の側になんか浮いてるんですよ。<laughs> うん、えそうそ。え 大丈夫って言ったら「うん大丈夫?」って言うから「えっじゃあ誰の?」ってなったらの後ろに乗ってた男が「あ俺ズボンはいてねえ」って「お前かよ!」「いらねえよお前の子そこにいない男のズボンが浮いてるお前そりゃ俺は期待するさ」 すごいねこんなさアニメみたいな話あるんだねあびっくりしたぜ持ってるね<う>その人はその人大きい魚釣ってましたよね釣ってましたね釣ってたねそしてしかもなんか注意されちゃってたよね <laughs> 釣っちゃったがためにそしてそしてまだまだメッセージ来てます、はい、おかげんさんこんばんはあやっぱりみちさん <laughs> <laughs> 私だけ多分ミッチーさんはオーディションに出かけたと思うのははいオーディションで犬の救助に行ってますね今は <laughs> どんなオーディション片手間にね犬の救助片手間にちょっとしたあの、うん、ドラマのね オーディションも受けてるかもしれませんね。今日すごいですよ、大塚健さんもう三分前に来てますからねこの番組めちゃめちゃ早いですよもうトップバッターです。今後もよろしくお願いします。はいというわけで本日の特テーマ発表したいと思います。本日の早や早やはや。忘れたか怪週間で流れ流れ。カモンだからだからかぶるかぶるで今日ちょっと夏やめてくれ。はいというわけで本日の特テーマは じゃあ笑わのよ <laughs> できたできたすいませんいつも通りでそうです、ね、いつも通りでお願いします次日じゃあめてはいそれではいきましょう本日のトークテーマは「願い事」というわけで7月7日七夕願い事ということで短冊に願い事を書くと思います皆さんの七夕エピソードチックな感じで ロマンチックな感じな感じでバシバシ送ってくださいそうだ明日は7日そう織姫と彦星が会える日デートの約束の日ですそうそうだ年に1回しか会えない日もロマンチックな日なんですね明日はじゃ短冊に願い事を書く小学校中学校もいるかもしれませんが大人もねまあ学校でいね。 聞きじゃあリスナーの皆さんの願い事とかそういったこともちょっと聞きたいですね私たちは何に願いましょうか明日ははいおたっちゃんどうぞ美白になりたいちょっと片言かななりたい。今もうこんだけ半分白と黒がいい感じにコラボレーションじゃなくてグラデーショングラデーションですねきれいに焼けたいとか そうですね焼けるんだったらむらがなくむらがなく焼けたいですねそうですねうん仕事焼けとか一番嫌ですよあうわすっごいかぶる私もそれ願おうとしてたのにあ女子が言うと思って先に言っときましたもうちょいかわいいお願いあるでしょ女子はうんそんなところでヒロキックスさんからメール来てますねおヒロキックスこれ何だろうアリノスポロリ まあ多分さっきのポロリからさっきのポロリの話のあそういうことですねただ一つ言えることはちょっと滑ってますちょっと滑っちゃったよね読むところ間違えたばっかりにまるでヒロキックスが滑ったみたいになっちゃいましたすいませんねじゃあスプリームさん戦場でパーティーあ戦場でパーティーちょっと先に落ちちゃったね戦場でパンティー一番ダメなことしちゃったもう一回もう一回もう一回戦場でパンティーわお あ戦場でパーティーねちょっと、僕<て>、ォークメイキーだてて、ね、生名前出したらダメだね <laughs>。ごめんね、みー。そして、野中の銀の蛍さん、おはよう、みちさん、以外の皆さん、<laughs> いない人の名前言っちゃって <laughs>。おはようございます。おはようございます。今日あらとちょっと遅かったんですかね。はい、ねそ。そして、<お>石川、石原、石原勝美さんかな 相川翔の兄弟相川翔の兄弟さん初見です初めまして面相礼あよいよいよいあよいよいよいこんなコールあったない初めてありがたいですねぜひ今日のテーマはあの七夕明日に控えていますので願い事でテーマお送りしていますので送ってくださいそして続きまして すからのメッセージです本物のシェフは結構色白ですよときています <laughs> あのたっちゃんさんに似てるって言われてる川越シェフ <laughs> あ白そうだねたっちゃんさ最近川越シェフと似てるって言われてるよね似てるとは言われてないの <laughs> 雰囲気ねちょっと言われてないの川越達也だから <laughs> あっちはでこっちは 天眼の達也ですなん <laughs> で咳してつえんで風ですね風ですねです実はたっちゃんさん風です <laughs> 実はたっちゃん風なんだねそうそういかれ行きましょう CM 行きましょう <laughs> CM ですやばいわ <laughs> <laughs> あー耐えれない <laughs> お水持ってきたお水じゃなくて天だ

こ <laughs> の咳込むので可愛いタッチャンってよ。<え>あ、多分ジャニーズやめて。ミッチー来なくない？来ないですね。ねどうしたの？あなたどこにいるの？い,るのいや。犬 <laughs> の救助。多分ジャニーズやめて二十四時間テレビのマラソンオーディションとか。七月九日の行列のミッチーがしてん。なんかでも。すぐ行ける。 ありそう。おいいね、いっぱい。いいね、いいね、願い事いいですね。そうそうそう、いい感じ。いい感じ。いい感じ。そして、メッセージが。メッセージも来てますかあ、来てますね。あ、これ後で言いましょう。おテーマはですね。これ何時何分に来た ?9 時12分。テーマはですね、願い事です。聞こえてるかな聞こえてるよ。 え、聞こえてない。メールの方は聞こえてるかな。メール聞こえてるかな。明日ただバタなので、え、何願お。うかな何願お、う本当に、マジで、美白なんだけど、今のところ。えっと。黒くなった、マジで痛い。<laughs> えっと。十秒前、二秒前、一前笑い声から、スタートしました。<laughs> 今宵も。 仲良しなドラゴンアイズ fm キノワンより生放送でお送りしていますディレクターが悪いですね今日ディレクターどこ行ったかなあれ二秒前から始めるディレクターあんまりないですよね一瞬ちょっとね事故あれあれ10秒前からやらないとねすいませんメッセージ来てますよはいえっと大塚賢治さん a 犬の救助多分ジャニーズやめて二十四時間 TV のマラソンオーディションかと7月9日の行列にミッチーさん出るはあミッチーが今ねまだね今の救助が帰ってきてないので予想してくれてんのかなやっぱりジャニーズはやめてマラソンオーディション7月9日なんかあるのかな行列に出演するんだって日曜日なんかあるんだろうね聞いてみようとでね じゃあ、スプリームさんからです。はい、テーマ、願い事。本日何回目の願い事か。豆腐を買いに行ったまま、行方不明の嫁よ。帰ってきておくれ。渇き知らずの息子が干からびてるよ。ということで、メッセージいただきました。<laughs> 切なる願いですね。切な,ね切ないね。豆腐を豆腐買ったっきりも戻ってきてないんだね、お嫁さん。七 <laughs> 月7日ですよ、奥さん。<laughs> 1>, <laughs> 1年に1回でもいいから旦那さんに笑顔を見せてくださいえ笑顔豆腐から笑顔に取れましたが <laughs>、うん、そういうことですねまあ豆腐ね、はい、まあ売ってないところには売ってませんからだしさ豆腐買いに行ったのはいいんだけど、うん、ちょっと別のものに目移りしちゃってるんじゃないあそうかもしれない雑誌立ち読みとかとか、うん、お洋服買ってたりとかそうそうそう犬の救助してるかも。 それははなないかな <laughs>、はいか、はい、メールも来てます。ラジオネーム「進撃のめいちゃん」さん、えーと、リクエストも来てます。ありがとうございます、はい。ドラゴンアイズの皆さん、お疲れ様です。今、お仕事が終わって聞かせていただいてます。テーマ教えてください。今日のテーマは、願いごと。渋い感じでお送りしましたよ。はい、そして えー、はただ、ただなのでねいっぱいきてますよいっぱいきてますねえー、っとじゃあ、野の,の中の銀の蛍さんからです、はい、せーの、合言葉は「ドラゴンアイズ」まだ終わりませんかな、<わ> <laughs> まだですよ、<laughs> まあ、早いがなそう、最後にね、私たちいつも合言葉はって言って、<laughs> うん、ドラゴンアイズで締めてるのでね。<laughs> ちょっと早とちっちゃったかな、<laughs> 野の中の銀の蛍さん。まだ開始16分ですからね。はい、はい。まだまだ続きますよ。ということで、今日のテーマは、えー、願い事でお送りしています。はい。メッセージ、どんどん紹介していきましょうか。これですかえー、紹介してください。<laughs> ど,れどれがいいかなこれでいいかな好きなのでいい野の中の銀の蛍さん。はい <laughs>、みっちーです。と言いたくん。 ない。オッケー。<laughs> 言いたくないのかい。こう迷った感じが伝わりますね。<laughs> はい、ということで次続きまして大塚賢治さんからです。そろそろ外部メンバーさんが来る頃かと。てんてんてん。<お>外部メンバーって誰だ？誰のこと？新しいメンバー？え誰誰誰来るんだろう。ええドキドキ。<誰>やばい。<え>誰？<laughs> ということでシュプリームさんからです切り替え早いな店長延長入りますと金ちゃんに言ってほしいはい店長延長入りますどうですかシュプリームさんこんな感じこんな感じこんな OK 思った以上に上手ですねよかったよかったよっしゃ。そうですねああなんか久しぶりコ田ダクファンさん 皆さん <laughs> なかぶりました。あ、ニーナさんがい,いかも一緒に言いましょうじゃあ。コーダクミファンさんからです。<laughs> 皆さんこんばんは。<笑>,笑っちゃう。コーさん久しぶりでね。久しぶりですね。おう、コーダクミさんが来たってことは、うん、浜崎かゆみさんが来るかな？来たらライバルライバルですよ、ね。はい、そして速報あのー。 シグナスさんが来ています。シグナスいつも応援ね、受けつけてくださってありがとうございます。さあそしてブルガリさんから久しぶりですね。メッセージ来てます。ギノワン待たせたな。俺ケンさん。ケンさん？ケンさんかな。ケンさんだ。ケんでケンさんだよね。間違った。俺なんて？俺 まあ、ケンさんまあ沖縄県さんでいからね。ピンみたいな感じかな。<laughs> うん、せっかくのブルガリさんの迫力がこのピンちゃんの <laughs>。もう本当に待たせたなって来てたのに、<laughs> 俺ケンさんって。<laughs> 県ピーみたいになっちゃいましたね。はい、はい。そして大塚賢治さんからです。はい、多分行列で二十四時間マラソンランナー発表されると思います。あ、その発表にミッチーさんが出るかもしれないってことか。テレビ番組でね。<laughs> ランナーの中にミッチー。うちのミッチーが混ざってる。<laughs> 面白い。でも走りそうな雰囲気してますよね。確かに。走れるのかな。ミッチー走れそうだよね。<laughs> はいで今日のテーマ願い事なんですけれども、はい、同じく大塚賢治さんからです願い事ドラゴンアイズに密着情熱大陸で放送されますようにおいいですねいいですねじゃあねもうブラック背景で <laughs> <laughs> みんななんか一人一人ドラゴンアイズの朝は早い <laughs> 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 タッタッタ アナウンスしてよアナウンスしてくれると思って今 BGM したのにねそもそもどんな感じだっけってえ情熱大陸<う>さっき今掴んでたよねこツ掴 <laughs> あんでた掴んでた,掴んでたあんな感じ、うん、そう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 でもさ密着、はい、して面白いかなこの4人、ね、なんかあでも面白いかも <laughs> なんか一人一人マジで <laughs> <laughs> やってみよう今度やってみようやってみよう <laughs> はいじゃあ今日は、はい、あブルガリさん願いは「ドラゴンアイズのメンバーになってレギュラーなることじゃあおお<ー>さっきの新メンバーですねあ なるほどあっ、新兵、そうか、今さ、4人中3名しか揃ってないから、<laughs> あの私の左側、空いてますよ。ミッチーの席が空いてるから、今、狙われている、ブルガリさんに、ミッチーの席が。<laughs> 大変だ、大変だどうす、どうする、ミッチー、まだ来ない、<laughs> まだ来ない、あれ大丈夫か。<laughs> はい、はい、ということで、のの中の銀の蛍さんからです。願い事、ドラゴンアイズへのノブオバーの出演。 やってほしいこれゲストでうちらはウェルカムですよねウェルカムですよねノブオバーがとうとうスタジオにやってくるあ願い事かなうかなあっなと眞子さんも今日はスタジオに遊びに来てますねありがとうございますすごい今日るワイルドに登場 レゲレーチックな洋服着てる今日レゲーチックって本当だレゲーチックだよボブ・マーリーの T シャツですねいい感じですさあ今日のテーマは願い事ということで明日ね7日手のを光ってますので皆さんで願い事ここのドラゴンアイズに投稿していきましょうはい願い事かえっとあはい ね、願い事を言っていいですかどうぞヒロキックスさんが戻ってきますように <laughs> あえてねやっぱ寂しいかやめていいしさしいなーと思って、うん、スタッフのねヒロキックスさんが今日からいないんですよ今日からね海外行っちゃったの <laughs> どこ行ったんだろうねどこ行ったのかなどこの国行っちゃったんだろうね多分、放浪のために出てるんじゃない 確かに、卒業って寂しいですからね。<laughs> さあ、ここでシュプリームさんから臨時ニュースです。はい。先日は右足の人差し指をガジャンに噛まれた。たった今、左手の小指を噛まれました。かゆみにかゆみ止めを塗ってほしいな。<laughs> え、噛まれたの大丈夫ですかこれはもうあの人の力を借りないと。 浜崎かゆみさんどこかゆみ止めにねそう使いたいと無費をねでもかゆいですねその何人差し指系にあの蚊に刺されたらか,くか,らい先端かゆいねっにかけるか先端ってかゆいですからねはいしかも痛いよね痛いそうしかも痛いね一番ムカむかつくとこだよね確かにそれは大変です大塚賢治さんが タッちゃん、金ちゃんの私の左側空いてますよ、拾って春日やったのに、残念このコメントね、多分僕も読みづらいし、金ちゃんも読みづらいなと思ってたんだけど、<laughs> 自分で言いやがったね。<laughs> そういえばと思って、<laughs> でも、狙ってなかった。あ、そそそううう。ですかはい。ということで、大塚健二さん、台湾と来てますが、ヒローキックスが行った国のことですかね。あ そう、台湾人になりたいって言ってたたよ台湾人になりたいっていうのは聞いたことなかったんですけど <laughs>、まあ、七夕といえば、まあ、織姫と彦星が1年に1回会うみたいな感じですが1年ぶりにこうカップルがあったら第一声何と言うと思いますか会いいたたかっ<ー>もうそれぐらいだよね、1年やや ぶつかって終わり。ぶつかってよ、事故ってんじゃない。<laughs> 事故ってんじゃない。もっと音じゃんってなるんじゃないの。<laughs> ああ<ー>、そんな感じだ。で、こうすれ違うみたいな。<laughs> そ,うそう、<laughs> そう、すれ違うかい。それもあるか。<laughs> 明日ね、この物語、伝説は、実話だったら面白いよね。うん、どうですか、皆さんは、遠距離恋愛とか。はい あーきんちゃんできないきんちゃんできないかー <laughs> そうかみんなちゃんもできないあーたちゃんもできない <laughs> みんなた <laughs> ちゃん <laughs> せぎ込んじゃったよあー無理した今日,今日みんなマスクした方がいいかもしれないです、ね、だってインフルエンザもう一回再来してるらしい再来してますか、えー、また流行り出してて警告がまたあのテレビでね 流れてましたので皆さん気をつけてください。<laughs> はい、いっぱいメッセージがさっきちょっとふざけてる間に出てきましたね。ね当だ、はい。ヒロキックスさんからです。台湾では七夕かっこ旧暦はシチレンジェといいバレンタインと同じようなことをするらしいですよと。へえ<ー>。来てました。いいですね。ええー、そうなんだ。ロマンチックだね余計に。チンレンジェ。チンレンジって言うんだ。上上上の人に節節<死> って書いて、今日はチンレンジです。イントネーション、チンレンジみたいな感じ。チンレンジ。チンレンジ。バレンタインと同じようなことするってことは、まあ、ちょっとしたやっぱりそういう伝説にのっとって。織姫彦星年に一回のことだから、プレゼントとか送り合う。こうするのかな。いいね。いいね。台湾いいの。すっかりロキックス台湾人だよね。台湾。なれた、大丈夫。確かに。そしてケンさん。あら。 突っ込み役がおらんとは大丈夫かこれは。<laughs> あのヒロキックスさんだけでなくミッチーも旅立ってませんか。<laughs> 旅立ってますねどこにいるのどこに突っ込み役ってミッチーのことかな。突っ込み役なのミッチ。ーまあ突っ込み役僕じゃないかなと思ってる。いや私じゃないかなと思ってんだけど私だと思う。それはないな。早かった。金ちゃん早かった超早かった。ん <laughs> ちゃん突っ込みできるの。できる。なんでやねん。うんできるがな。 え,ガナえガナどうし,難しいもうすでにボケ始めてる <laughs> ボケ始めてるやばい大塚源さん <laughs> 皆さん遠距離無理だとすれば何週回うん週何回会うのがベストですかってあ<ー>あーこれはですね<ー>相性によりますのでね,そうですね僕は週11でいい とかうんうんとか 2>, 2とか3とか毎日正解。<laughs> <laughs> 要は毎日毎日でもさいい。バロメーターだよね。うん、こう毎日あっても嫌にならないっていうのが私はベストだと思うんですけど、うんうん、毎日あってうわ。今日疲れた。ちょっと明日別行動しないみたいなのは。<laughs> ちょっと相性悪い証拠なのかなって思っちゃうんですよね。金ちゃんは週何か会うのがベストですか金ちゃんも毎日派だけど毎日違うことしていたいあって違うことっていうとなんか今日はどこ行こうとか今日は何しようとか全然内容何しようって毎日言うね。よ。でもな何かずっとぐうたらするよりかは何かしていたい。 まあ確かにね何かは分かんないけど何かしていたいそういいと思いますじゃあ最後ま部やさんの紹介したいと思いますこんばんは願い事満点の星空を眺めながらアイスクリームを食べる正解素敵いいですね,ーこれねあっいいね素晴らしいねいいあの大きいなんか外人さんが食べるようなさ<ー>キングサイズのやつを アメリカンホームドラマでよく食べてるそれを抱えながら映画見るのが夢ちなみにさまぁ星空どっか行っちゃったじゃんどんなアイスクリームを食べたいのかもあっ確かに大きいのなのかもうサイズなのかもう何でもうそうとかもうとか結構あるよあっああちょっと来ましたよ 浜崎かゆみさんからです。はい。みなさん、スタジオ、こんばんは。ほお。ツイ<あ>キャス、ユーストがは、こんばんは。<laughs> ランチを聞いてるリスナーさん、こんばんは。大悟です。途中さ、はーっての入れたさ。<laughs> こんばんはの後の、はーを。二回。はーみたいになってたね。<laughs> こんばんは、はーって言って。めっちゃ。 からが入って、覇気が出て。たかゆみさん登場しちゃってことは、今日倖田來未さんもいるから、ちょっとライバルだね。敬語吉田さん来ました。敬語吉田さん。こんばんはって。こんばんは。すごい。え、敬語吉田さんだよね。久しぶりだね。久しぶりです。ね、あのクルージングにいたんですよね。そう、そう、そうなんです。僕リスナーですって言って。 そ, <laughs> そうなんってで一度ドラゴンあドラゴンダイブアワードを取ってたみたいですよ <laughs>、うん、すごいですねひげ <laughs> すごいね、あのー、生えていらっしゃってはい外で遭遇されるのは初めてでした、ね、初めてでしたでそしてたまたまこのバラナボーって シュノーケリングじゃなくてなんだっけマリンスポーツに一緒に乗って乗っとおかしいですねあれなんていうのなんかジェットスキーに引っ張られてバナナボート的なものに乗りすごい乗ったねパルタな方でしたよこの人あそうだったこの人が何よもっともっとって言って金ちゃんは飛ばされました感想が小学生以下だからね吉田さんが「 もっともっとって押したんで金、はい、ちゃんのことさてここで一曲紹介したいと思いますリクエスト来てます新劇のめいちゃんさんから頂きました「マキシマムザホルモンで恋のメガラバー世<界>」世界一しいアイスクリーム世界美味しいアイスクリーム何 <laughs> 食べるんですかって聞いたんだけど <laughs> まあこんなのがいいってことね、はい、咳するときは俺マイクの音下げてるけど入ってないから <laughs> じゃ大丈夫遠く,遠く,遠,くーー遠くに入ってきたモリの使い方がめっちゃ多い,<お>い <laughs> <laughs> 吉田圭子さん三んぴちゃん <laughs> お茶,お茶,お,茶お茶よくあげるって言ってましてお茶あげるってこれのことこれお金使ってるんだよね, <laughs> ねお茶あげたらどうなるの 慶吾さん、そうなんですよね。これおお金使ってるんです。でしたっけあ、延長できる延長できるの。これで見れるのお金をちょうだい。さあ、さぐコインもあげた。なんか出てきた、出てきた。ほら、吉田って。あ、これなんか出てきた。吉田さんと滑してるよ、いっぱい。なにこれコンテニューいっぱい、やばい。これ写真撮ってめっちゃ笑顔の吉田さんだらけ撮ってる、今。やばい。 どういうことこっち側見える。いすごいこうやってこうやってめっちゃ金使ってるかもじゃあ10秒前じゃないか大丈夫え ?50 秒前じゃねえ大丈夫こ大丈夫じゃねえこれみんなの…みんなの…後でお金…返金するわけやめとけよこれいくら一個いくら一個いくら聞かない方がいいぞすごいな、こういうシステムがあるんだね <laughs> じゃあそろそろ開けましょうかはいえっとあれも言いますねこの提供準備いいですか、はい この番組は未来へつなぐ安心をお手伝い株式会社ジャストリホーム手打ち麺自家製生麺のジョーデーゴアかわいいがたくさん詰まったフォトウェディングのメイリーブライドお酒を飲むすべての世界へ琉球手豪伝説の有限会社シモジの提供でお送りいたします はい、ということで今日のドラゴンアイズ FM 技能案より生放送でお届けしている今日のテーマは、願い事なぜなら、oh. 明日は、 七夕だからすごいディズニーみたいだった今ディズニー最後ディズニーだってあのセキコンさん主人公だってなそうだよねそういうこともありますそういうこともありますそしてまぶやさん明日の七夕の願い事はアイスクリームを食べたいという投稿してくれましたがこんなアイスクリームを食べたいという返事が来てますよ世界一美味しいアイスクリームが 食べたいなぁ。うーん。どんなアイスクーだろうね <laughs> 何味何味 <laughs> 何味 <laughs> またさらに追求していきたいですね、ここは。<laughs> はい。そして、大いやつか、小さいかとかね。浜崎かゆみさんが、お願い事言ってますよ。今日のテーマ願い事かゆの願い事は、リスナーの皆さんが、蚊に噛まれないように。かゆです <laughs> <laughs> だんだん楽しくなってる <laughs>、ね、いいね。かにかまれないように。<laughs> ありがとう。そういういろいろ聞いてですかね。大塚健さん。<laughs> 私だけドラゴンアイズメンバースタジオ4人。外部、サウロさん、おば浜崎かゆみさん。うん、そして、影の総合プロデューサーは、ひろき D だと思うのは長<っ> <laughs> <laughs> まあそんなとこででいいですよ、はい、<laughs> そんな <laughs> そんなすごいの。まあしそしてリスナーの皆さんですよもちろんそうもちろんみんながいるから私たちがいるのえ そうでですすよ。よ。通り内容は薄かったそしてねすごいんですよ慶語吉田さんからなんと123455コインですかこれ何なのかよくわかんないんですね。ツイキャスからなんかねたくさんのコインマークが届きましてそれを受けてサウロのお兄さんがお金をちょうだいとすね。 <laughs> この人金持ちだーって,って、ね、でも金持ちなんだこれはでも慶吾吉田さん後で返金してください無理です <laughs> <laughs> もうここに落としたからにはもうもう戻ってこないよ慶吾さん <laughs> はいということでスプリームさんからもメッセージ来ています かゆの登場が遅いから、左手の小指をガジャンに噛まれましたー <laughs> ああ、遅かった。った願い事がね。紙一重で。紙一重だった。うん、それでかゆみさんが、そうなのー。ごめんなさい。だって。<laughs> <laughs> そうよね。今日ちょっと、浜崎かゆみさんは。 あの後半戦に参入しましたからね <laughs> こう前半倖田來未さんが占領してましたけどもう見えませんね <laughs> <laughs> なんねなでどこ行ったの、はい、そしてサウルのお兄さんニーナさん風邪ということで、はい、実は私今マスクしてるんですけれども<う>これは紛れもなく風邪ではなくてですね、うん、私は単なる日焼けをして、はい、肌が痛いんですよそ,うそ,うそれであ,のあんま化粧できないということで、うん、たあのなんていうのかな少なからず。 まあ、マスクも化粧ですよ、はい、10分の1しか隠れてないけど<あ>今 <laughs> でも風邪といえばたっちゃん大丈夫ねえ大丈夫風邪だよね今日咳込んでるの,の日焼けのせいで <laughs> えマジでちょっと黒くなったからそんなそんな嘘そそんな,ーなー、えー、そやいや,いやすいません <laughs> <あ>はいそしてはい来てますよマブヤさんジェラード濃厚アイスクリーム が食べたいってことですご、ね、いいいいねね、うん、何味何味が食べたい,べたいのジェラード世界一おいしいアイスクリームはジェラードで濃厚なアイスクリームで何味ですかとそう気になるよここまで願い事を具体的にすると願いは叶いえやすいので、はい、ぜひ,ぜひ味付けもどんどん投稿していきましょう <laughs> サウロお兄さんはい 僕は、へみたいな存在です。えどうしたのそんなことない何があったのそんなことないよ。おならのへおならのへですよ。僕はへみたいな存在ですって、急に。プーみたいな感じですよね。違いますよ。サロさん、違いますよ。決して、人間ね、生まれてからには、へで終わる人なんて一人もいない。 とヘであってもいい匂いの方のヘですからね。大丈夫。いい香りのはヘ。そはいはい。そしてケインさんも言ってますね。俺はゴミみたいな存在です。今日どうしたんですか皆さん。みんな燃える方なの燃えない方なの。ゴミなはずないですよ。あの燃える方ですかちなみに。燃えるですか。 ようえるようなゴミではないですよね <laughs> はいということで皆さん今日はなんかあれですね、はい、どうしたんですかね <laughs> リスナーさん面白いなはい大塚健さんコイン5枚でライブ30分延長になるみたいですってあそうなんだそういうシステムがあるんですかすごいねだいぶ延長できたねあじゃあ30分間は確実に <laughs> 延長されたとしても僕らの放送時間は1時間です <laughs> <laughs> はい、はい、嬉しいですね、ありがとうございます。「のの中の銀の蛍さん」、願い事、毎日が7月7日で毎日願い事をするあ<ー>あ、いい,、ね、いですね。それもいいですね、頭いい願いの仕方ですね。うん、ねド,ラドラゴンボールで願い事3つっていうや言っちゃうやつやね。はははいはい、はい ボールを個頼むちょっと3つぐらい多いかな頼む誰かに頼む感じでねボールをねそして大塚健治さんからですあははははあははは何だろう二人のかゆみさんクオリティ高くなってるというそこまで爆笑はしてなかったみたいしてないげさにちょっと棒読みぐらいでしょやりましたはいひろきくさんからです 風邪ひいてないのにマスクする女子イコールノーメイク決定正解。正解よ。さングラさんも怪しんでください。そうそう、だてめも怪しんでください。だてめも怪しんでください。怖い,、はい。怖いよ。怖いよ。大塚さん。あ、あーニーナさん、粘るな。彼女にしたら追求されるんでしょうねって。正解。<laughs> <laughs> 今日アイス何食べたのえ、何チョコの匂いがするんだけど。<laughs> 私バニラのの方が好きなのに <laughs> 確かに追求っていう感じかするしないんじゃないのわか,かりませんあマベアさんからアイスクリームどんな味が食べたいのか返事来ましたよ来るねフルーツたっぷりバニラ味おお <laughs> 来ましたね世界一しいアイスは 濃厚ジェラードのフルーツたっぷりバニラ味どこに売ってるんだろうそれまあ作ってくださいよなるほどねでも美味しいジェラードでバニラ味だったらありますよ絶対まず私のおすすめは巨田の駅巨田の駅巨田の道の駅にあるオッパ何でしたっけオッパ おっぱ牛乳おっぱアイスクリームそうそうそうが出してるジェラードはすごく美味しいミルク味なんですけどあ、えー、バニラかなミルクかなオー俺いいですよおっぱの牛乳美味しいあっおっぱのアイスクリーム美味しいって聞くけどジェラードも美味しいんですねはい <laughs> はい、はい、<laughs> はいって,てでもケ<え>インさんがすまへんそんなに詳しく聞いたらへこしいってびっくりしてますよええー、そんな期聞かんといて聞かんといてって, <laughs> て,って感じですかで知りたがり女子っていいよね いいかな。正解。の中の銀の渡るさん、アイアイス。ん？朝食東食堂だ。東食堂。東食堂。あれ有名なんですよ。そう。全財バー食べようと。あ、そう。美味しいよ。あのふわふわしてるあれが。そう。なあのね、東食堂は全財がすごく有名な食堂らしくて。 北部名護<う>に,にありますねあってあんまりも美味しいからアイスクリーム化になってんのそう食堂なのにアイスクリームめっちゃ食べ頼まれるっていうあれ <laughs> そう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 ですよはい今一瞬ちょっとね考えちゃったごめん <laughs> 自,自信持って自信て <laughs> さあそして願い事吉田敬吾さんからです、はい。明日は嫁に怒られませんように <laughs> ああこれは叶わないかもしれないですね。いつも怒られてるの？なんなんで怒られるんでしょうね。なんで？<laughs> ええー、なんでなんでなんかや,やらかして何をやらかしてで怒られないように願ってるのかを聞きたいですね。ね短冊とかちょっと買ってたら <laughs> いい雰囲気になって怒られないんじゃないですかね。<laughs> あそうだね。うん、それもあるかも。そしてケインさんからです。風邪引いてないのにマスクする女子えー、と。 消えちゃったあれあ、こっちですね風邪ひいてないのにマスクする女子ポストザワチンと思い込んでいる俺 Coming soon ザワチンさん会いましたよ私ええそうなんですか生ザワチンさんはやばい可愛いよえぇ綺麗やっぱりお手入れされてるんですねやっぱね芸能人の方って垢抜けるよねすごいないいなポストザワチンそれさっきの話ですね大塚健さん 沖縄の人はぜんざいあったかくして焼いたお餅入れて食べないのですかってっそうなのケンジさんそうなんですよ沖縄はさ暑いから、うんあのー、ぜんざいは冷たい方をさしてあったかい方はホットぜんざいとか言いますよねそう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 しかもこのぜんざいは,は焼いたお餅かはちょっとわからないんですけど餅と普通に豆とその上に大量のかき氷の氷がのってますね、うん、そう その上に、ね、コンデスミルクとか、アレンジして、アイスクリームとか乗せるんですけど。はい、美味しいよねー。いいよー食べたいねー。おごそくねー。そして。サウロお兄さん、願い事。おばあが風呂上がりに。うろちょろしませんように、お星様。<laughs> おばちゃん。<laughs> うろちょろお風呂上がりね。しないように、こうすぐ叶いそうな。夢ですよね。そうん、直送しましょう。是非 <laughs> とも。はい。そして、まぶやさんからです。 私女子おいしい話は大好きだよということで<ー>ありがとうございます,いいす、ね、またなんかおいしい話シリーズをやってもいいかもしれませんねはいそしてヒロキックスさん <laughs>、はい、おっぱカンナムスタイルというわけで CM ですなんでやねん <laughs> おっぱカンナムスタイル懐かしいすごいねおっぱでみんな反応してる,反応してる でしょう。おっぱい、アイスクリームだったかな。やっぱ、あの牛乳牛の牛のすげえ、巨乳の、お、おうさんがいるじゃん。そうなんです。アイスクリームの話より、盛り上がってますね、皆さん。沖縄は、ぜ在のことは、ぜんじゃいという。ぜんじゃい。ぜんじゃいを、ぜんじゃい。今日のやつ、決めよう今日。願い事で行こう。 うん、願い事で <一番 S 2> きます。素敵な願い事を決めましょう。いい結構素敵なやつがありましたよ。ええー、どうしよう、どうしよう。願い事。あ、じゃ、あ好きなやついい。 ていうかあっ違う。<laughs> <れ>えっどれがいいかなあらまあ世話の焼ける野郎だぜ。どこに書いてあるのんで,でどうするどうする何する 何が,何が好きですかたっちゃんさん今日たっちゃんさん選んでいいですよ選んでいいですようわっ丸投げしよったわからんからって <laughs> <laughs> 10秒前願い事じゃあ俺が決めたはい とということで、はい、FM 昨日はよりドラゴンアイズ今日のテーマは最後になりましたねもう最終回近づいてますけれどもはい、はい、願い事でお送りしてますのでどんどんメッセージを読んでいきましょう、はい、えっとどれからいこうかなシュプリームさんからですビッグアイスのアイスクリームもういいですか、はい、ビッグアイスのアイスクリームが食べたくなってきたヤン<ん>アイスクリームトークで盛り上がってますね、はい ンさんさからですちなみに今日はベニーモタルトアイスとポッカサッポロのバニラクッキー食ったぜうわあめっちゃいい一番美味しいの食ってないですかね<れ>いいねいいな、うん、あ浜崎かゆみさんからあっかゆはチョコミントアイスだねあかゆです <laughs> チョコミントアイス似合うかゆさんは似合いそう似合いそう似合うね食べたいですねいいね,いいね、はい、サルのお兄さん沖縄は前んのことジェンジャイという <laughs> <laughs> ジェンジャイ。こうね、チョッチュネー的な感じですよね、沖縄の。ジェンジャイ美味しいよ、ジェンジャイ。ジェンジャイごわーみたいな感じこんな感じだよね。そして、新しい方ですかね。ボブさん。ボブさん、はじめまして。うん。自分はアンパンマンアイスが好きだな。アンパンマンアイス。県外には売ってないから、沖縄行かないと食べれない。え、そうなのえ、初めて知った。 あれはどこでしたっけメイジメイジかなメイジだよ、メイジアンパンマンアイス意外とグローバルキャラなのに沖縄にしか売ってないんですよですよね確かに、あれ美味しいからね食べたくなりますね、アイスクリームの話してたら食べようかな、後ではい、そして浜崎かゆみさんからですええー、雑貞よりかよの方うがかわいいチンの話してましたのでねかゆみさんがちょっと 嫉してるでかわいいよ、かわいい。かわいい。かわいいよ、い。可愛い。そして、シプリムさんから、嫁の G カップの父が恋しい。どんな話ですかお嫁さん、はい、こう元カノの D カップが恋しい。やばいやばい。やばいもう巨乳の話はもういいですよ。そして、野の中の銀の蛍さん、オッパー牛乳アイス。そんな、崩れ始めてきたところから素敵なメッセージ届きました。大塚健さんからです。願い事。ドラゴンアイズが いつまでも放送されますように、スリースリー。わー嬉しいねありがとうございますこれからも頑張りまーす頑張っちゃいますはい。さあ、これ最後かなサウロのお兄さんからです。最後に、ぶっちゃけてもいい僕、七夕生まれ、本当にだってって。これどっちどっちの本当にえ、ちょっと待ってそのまま流れで、実は、実は、ウさんも、サウロお兄さんも、 誕生日イェーイイェーイあとう。ありがとう。あがとう。ありがとう。今日です。イェーイそうなの。じゃあ、抱負をどうぞ。え、長くなりますが。長いんかい短めに短い。というわけで、今日のドラゴンデーボード発表していきたいと思います。はい。本日の、いいキラキラしたコメントをくれた方は、この方です。シュプリームさん。 テーマ、願い事。本日、何回目の願い事か。豆腐を買いに行ったまま、行方不明のままの嫁を、帰ってきておくれ乾き知らずの息子が、ひから見てるよに決定でーすおめでとこれだけは、ぜひとも叶えてくれ <laughs> うお嫁さん帰、帰ってきてくれお願い星よ星たちよ <laughs> 星よ カモレそして、サルのお兄さん、ほんとだよーって。お猿のお兄さん、これですごいじゃんお,<ー>おめでとうた <laughs> 今、ダッシュできたら、あのー、 キンちゃんが用意してくれたね、<う>ケーキを。実は今日用意してきたの、コンビニだけど。はい、<laughs> そして、浜まかゆさんが、願い事、今年こそダイエットして、あ、浴衣着たいな、いいね、いいね。いいですね、浴衣もね、ぜひぜひ、そして、野の中の銀の蛍さん、えー、そして、まぶやさん、さおるお兄さん、たっちゃん、えー、お誕生日おめでとうございます、おめでとうたっちゃんいと,ということで、たくさんメッセージ来ています。はいそして、圭吾吉田さん、わら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 。<laughs> <laughs> そして太郎兄さん豆腐作りから始めよう。そうですね。吉田さんまた来ます。お疲れ様です。ということで最後これかなヒロキクさん。僕の願いは四人が健康で楽しく暮らせていけることです。あ嬉しい。ありがとうございます。ねえな話をされましたね。はい。ということでもう今日もたくさんのメッセージありがとうありがとうございました。 はい。というわけで、エンディングの時間がやってきました。今週も最後まで聞いてくれてありがとうございます。また来週この時間にお会いしましょう。お相手は、ニーナと、レイナと、トーツヤでしょ。この番組は、未来へつなぐ安心をお手伝い。株式会社、ジャストリホーム。手打ち麺、自家製生麺の、ジョーデーゴかわいいがたくさん詰まった、フォトウェディングのメイリーブライド。お酒を飲む、すべての世界へ。 琉球守護伝説の有限会社しもじの提供でお送りいたしました小さな南の島から始まる声を通してつながる世界みんなでいきますよせーの <ドラ S 1> あ、間違えた合言葉は <laughs> せーのドラゴンアイスハッピバースデーみんなハビピバースデー,ーイパフパフパフドラム缶アイス ドラゴンボールアイス。きんちゃんたっちゃんよすき素敵。な。うきんちゃんたっちゃんよ素敵。ドラゴンボールアイス。たっちゃんはですね十七歳。た <laughs> っちゃんは永遠の二十歳です。リアル永遠に。永遠の二十歳です。<laughs> で 愛言葉はサウロでポン。<laughs> <laughs> それ番組でやったらあかんでしょ。愛言葉はサウロでポンやばい。皆さん願いをマジで。マジかありがとう、<laughs> ありがとう、ございます、ざいますお疲れ様でした。<laughs> あれ、間違った、小心。 すごい今日はまこ<ば>さんもシグナスさんもはい来てるね。バイバーイ。あもうマジニューハーフなめの声なんだけどどうしてう。ライブ終わるの。ライ <laughs> バイバイ。バイバーイ。バイバイ。周りと。